このコーナーは別にギター講座ではないんですけれども、なんか最近あのギターのお話をよくさせていただいておりますが、このコーナーでは私川野夏実が今気になっていることやお気に入りのものについて気ままにおしゃべりをさせていただいております。ギターを、このギターを購入してからは4年5年ぐらい、そして本格的に練習をするようになって3年ほどになるんでしょうかね。私のオリジナル曲も、ギターの先生にアレンジをしていただいて、皆さんには何曲か、ライブなんかでお届けしてるんですけれども、そんな中で今のところうまくいっていない曲というのがあるんですね。それがですね、昨年の2022年の6月に初めて、ギターを中心としたアコースティックライブ、弾きたがりライブというのをやりまして、その中で1曲、自分一人でギター1本で弾き語るというチャレンジをしたんですけど、それでですね、見事に失敗いたしまして、特に難しかったフレーズをですね、ちょっとね、ここまだ練習中なんです、感想なんですけれどもね、もう一回、尋常じゃない汗が出てまいりました。このフレーズが難しい、ペッペッペをもっとスタッカートじゃなくっていう顔をしてました、マネージャーさんが。今練習します、今日も帰って。本当にもう課題点がね、こうやってこう今カメラマンさんとマネージャーさんお二人しかギャラリーがいないのに、この汗、本当にまた見ていただくということが一番勉強になるんだなということを大変痛感しております。どうかお客様皆さん気長に待ってていただきたいと思います。それではここで私の歌をお届けしたいと思います。川野夏実で赤いホタルです。どうぞ。